トルコの街を歩いていると、なんでなんで、お日の丸がありますよ。消防署にトルコ国旗と並んで日の丸が、一体なぜなのか。メルハバ。中には消防士さんがずらり。すいません、日本から来たんですけども。どうしました、何かご用ですか。どうしてあそこに日本の国旗があるんですか。なぜって、この消防署が建ったのは日本のおかげですから。日本のおかげ。それに今年はトルコと日本が友達になって120年ですからね。トルコと日本が友達、一体どういうことなのか。さらにこちらイスタンブールの小学校では日本について学ぶ授業が行われていた。日本人はとても親切でいい人たちだと思います。嬉しいような、ちょっと恥ずかしいような。だが授業に耳を傾けていると驚いたことに、先生が一人の日本人の名前を挙げたのだ。彼が私たちトルコ人にとって大切な存在となった日本人、山田虎次郎です。おじさんはトルコ人を助けてくれたから大好き。山田がいたからトルコと日本は兄弟になれたんだ。山田虎次郎とは一体何者なのか。1866年幕末の最中、とある家老の息子として生まれた虎次郎。茶道の名門に養子に出されるが、馴染めずに悶々と暮らしていたという。そんな山田を驚かせたのが、見知らぬ外国トルコからの親善使節来訪だった。24歳だった山田は遥か遠くの外国に憧れた。だが使節団650人を乗せた船は日本からトルコへ帰る途中、和歌山沖で台風に遭い座礁し沈没してしまう。地元住民の懸命な救助活動も及ばず、生き残ったのは69人だけだった。青年山田にとってこの事件は平凡な日常を揺さぶる大事件だった。この俺に何かできることはないだろうか。山田が始めたのはトルコ使節団遺族への寄付金集め。新聞社に働きかけ、全国を巡って演説会まで開いた。こうして集まった寄付金は現在の価値にして総額2700万円。その金を携えて山田は一人海を渡る。遺族のために使ってください。差し出した寄付金に時の皇帝は深く感謝した。山田は皇帝に引き止められ、トルコの士官学校で日本語を、そして日本について教えることになった。後にオスマン帝国からトルコ共和国へと移行した時、建国の父となった初代大統領も山田の精神を支えにしたとも言われている。山田の情熱によって結ばれた両国の絆、その絆が奇跡を呼ぶことになる。1985年3月17日イラン・イラク戦争が激化。中東の危機が一気に加速する中、時のイラク大統領フセインが言い放った言葉は世界を震撼させた。今から48時間後以降、イラン上空を飛ぶ飛行機は全て撃ち落とす。事実上の無差別攻撃宣言だった。イラン在住の日本人たちは恐怖のどん底に突き落とされた。一刻も早くイランから脱出しなければならない。しかしこの時、日本政府にはなすすべがなかったのだ。日本の航空会社はイランには乗り入れていない。
自衛隊機を派遣しようにも法律の壁が目の前に立ちはだかっていた。ただいたずらに時だけが刻まれていった。首都テヘランでは多くの日本人たちが救出を待って怯えている。ここまでは TKC 全国会とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。タイムリミットまであと2時間を切ったその時、その救いの手はトルコ政府が差し伸べたものだった。トルコのオザール首相は一触即発の緊迫状態の中、日本人のために救出作戦を命じたのだ。タイムリミットまで残りわずか1時間20分、日本人全員脱出。その奇跡の救出劇にはかの山田虎次郎が育んだ友情の絆があった。当時イランに駐在していたトルコ大使は言う。大変シビアな状況の下で危険も覚悟しなければなりませんでした。でも日本との友情のために決断したんです。かつて山田虎次郎が我々にそうしてくれたように。そして奇跡の救出劇から14年、あの日がやってくる。1999年8月17日トルコ北西部をマグニチュード 7.4 の大地震が襲った。死者は2万人近くにも上り、負傷者はおよそ4万人。トルコ総人口の2割に当たる人が被災した。当時大きな被害を受けた地域の一つがイスタンブール近郊に位置するヤロワ市。市長を務めているヤクップ氏は我々にこう語った。すぐに駆けつけてくれた日本の人々のことは忘れられません。消防署まで建て直してくれたんです。地震で当時のヤロワ消防署は全壊。新しい消防署を作ることになったのだが、実はそのためのお金はヤロワ市の住まいとしてある富山県砺波市が募った救援金だった。だからこそ日の丸が掲げられているのだ。他にもその4年前に阪神大震災を経験していた日本からは多くのテントや仮設住宅が送られている。当時市の職員でテント村の責任者だったテルハンさんは、被災したトルコ人のために必死に働いてくれた日本人の姿を今も思い出します。トルコの人々は日本人への恩をきっと忘れません。1890年和歌山沖で沈没したトルコの船エルトゥールル号。あれから120年、今日本トルコ共同で引き上げプロジェクトが進行している。すでに引き上げられたものの中には日本から使節団に送られた友好の証が数多く含まれていた。トルコでは新聞各紙に取り上げられ、国民の大きな関心事となっている。私はこれまで多くの戦艦を引き上げてきました。その大半が争いや憎しみのために沈んだ船でした。でもエルトゥールル号は違う。友情の末に沈んでしまった船なのです。今後さらにその友情が深まればと思います。固く結ばれたトルコと日本の絆、そのきっかけは悲しい出来事だったが、両国の友情はこれからも続く。